して列猛烈強烈動画配信団さんが釣った方にて復活しました。はい、厳密に言いますとコラオさんだけです。あのメガネかけてらっしゃった方です。あの方が12月1日の午前11時頃にツイッターにてツイートをしました。まあ生きてるということですね。ツイートした理由がですね、まあ当日に固定されてるツイートだと思うんですが、こちら、人が黙って見ていればと言いたいことを言って完全に消えますと、まあこれ文句言いに来たってことですね。はい、まあ何を言いたかったのかっていうのを要約しました。まあ本文が気になる方はねアカウントを覗いてください。まず1つ目、活動はしていませんと、他の赤は偽赤ですということですね。そして2つ目、都市伝説っていうエンターテインメントは履き違えるなと、一歩間違例えば情報を鵜呑みにするような人がいるようなフェイクニュースになっちゃうから、エンターテインメントじゃなくなったらやめろということですね。ちょっとね本文の最後のこちら見てください。やめるべきとの判断ですと、これちょっとなんか第三者を匂わせてますよね。本人ではないような雰囲気も出てます。そして3つ目、ここが一番重要です。こちら、水溜りさんとタックさんはさすが人気者だなっていうのが、踏み越えていいラインをしっかり把握して、しっかりいろいろしてネタにしてくれてます。普通に見てて面白いと、うん、俺が先ですね。すいませんコラオさん、まあ、すごく細かい男だと思われると思うんですが、あの水溜りさんとタックさんじゃなくて、タックさんと水溜りさんです。まあ、こちらの意味は都市伝説というもののジャンルでしっかりと終わらせているということだと思います。そして4つ目、他の方は謎の予言しやがって滑ってるでと、利益のことだけ考えやがって謝罪してほしいぐらいだわと、まあ、ご立腹でしたよ。そして最後です。復活ツイートから1時間後、さよなら戻りますと、家族などを大事にしてくださいと、僕は片目がくり抜かれたので腐るほどお金はありますと、さよならってどうしました急に。はい、これ見て、まあ、片目くり抜かれて健康なやついねえだろみたいな書いてありましたけど、まあ、比喩じゃないかなと思います。まず片目を売るぐらいじゃ、まあ、腐るほどお金はできないです。なので片目という表現はね、おそらく相方のムーンライト月光さんのことじゃないかなと思います。まあ、何かあったのか、もしくは解散せざるを得なかったのかなという状態ですね。まあ、そういったことを表現したかったんじゃないのかなと僕は思います。